私が来た。ということで今回はヒロアカコラボの新ミシックデクノスマッシュをご紹介。まず入手方法、一定時間ごとに出現するオールマイトの補給物資もしくは自動販売機が主な入手先で、性能、こいつを撃つとため時間のあと 15m 突進、そして狙った方向に衝撃を放つって武器。ダメージは衝撃波の着弾ポイントの近くであればなんと250ダメ。2段階のダメージ判定のせいなのか壁1枚で守っても無理、ワンパン。ボックスで守ってなんとか100ダメに抑えられるって感じ。さらにこいつと拡張ストームマークの相性が最高。ボックスを広げて狙いを外そうとしても、はい、逃がしません。ってことで対処方法としてはショックウェーブハンマー、スマーって聞こえてきたらギリギリで空中に逃げて着弾地帯を空に逃がすのがベスト。ハンマーと拳で全てねじ伏せる。これでもう大丈夫だ少年。